はいえー、本日は主婦で投資活動をしている中島由佳子さんをお招きしてインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではえー、中島さん自己紹介をお願いいたします。はい、えーと主婦で投資活動をしております。中島由佳子と申します。よろしくお願いします。 えと3年前からですね、お金の勉強を本格的に始めて、えー、まあその時の学びとか、あとこう自分で実践して行動していることとか、えーとまあ、それで学んだ思考みたいなものを、えー、と毎日ブログで、えー、と発信しております。で家族はですね、えー、と小学生の娘と夫と3人暮らしで、えー、と仕事は、 えー、2021年にまで、えっと、会社員でやってたんですけども、えっとまあ、コ,ロナコロナがあったりとか、まあ、いろんな事情がありまして、えっと、定年まで働こうと思っていた、えっと、会社員を辞めました。で、今、フリーランスで活動しております。以上ですはいいありがとうございます。 じゃあ本日はよろしくお願いいたします。よろししくお願いします、はい、では早速インタビューに入らせていただきます。はい、えー、現在ですね、どのような夢やビジョンをお持ちでしょうかえっとですね、一応3つ <laughs> ありまして、1>, はい、えと1つはですね、えっ、ー、と、まあ、誰もが思ってると思うんですけども、うん、お金のことを心配しない人生を送りたいと。 2つ目はですね、えー、と好きな仕事で誰かの役に立ちたい、まあ、貢献したいですねで3つ目は、えーとまあ、娘のために何か残したいまあなんか背中を見せるじゃないですけど、うん、やってきたことをあの見せてで何か参考にしてもらいたいなと思っています。はい、この3つって はい、あの一番最初のお金のことを心配しない人生ってこの資本主義の土台の中で誰もが実は心から願っていることだと思うんですけどす、ね、これを大々的に掲げているのがちょっとかっこいいなと思ったんですけど <laughs>、はい、そうですね、うん、なんか。えー うん、そうですね、やっぱみんな思ってることだと思うんですけど、うん、やっぱり実現、結構難しいっていうか実際問題あ、そうですね、こうなったらいいなぐらいでは、うん、感覚的には思ってますけど、そうですね、はい。そうですよね、なんか何するにもいくらかかるとか、はい、なんだかんだって、あんまり、まあ、ぶっちゃけ面倒くさいし、そんなこと考えそうです、ね、えー。<laughs> ね、欲しいものは欲しいし、やりたいことやりたいなって、えー。 できればまあ理想的ですけど、まあ、実際問題、はい、まあ働いててもその、ね、賃金は決まってるので、えー、と限界があると思うんですけどでもそうは言っても結構実現してる人っているんですよね。あーなるほどね。うん,うん、うん、だからその人たちのまあ、真似をすればいけるかもしれない私でもっていうことに気がついた。<laughs> あ,のあれですよね、今まではそういうことに興味、関心はそんなほどなかったけど、何年か前の出会いで、こういう人たちとのこうコミュニケーションが増えることでこう、可能になるんだっていう、そのイメージができたってことですよね。そそうですそうでですす私はまあ結構仕事が好きなので、ずっと会社員で働いてきたんですけど、お給料の中で、まあ、生活するとか、と、ま、た、あ、めたりとか、使ったりしてたんですけど、うん まあその中でこうやりくりするのは、まあ、とりあえず慣れてきて、でもやっぱりね、あれば使っちゃったりとか、思うようにたまらないので、それを、何だろうな、ためてることを、めてるっていうか、それをうまく活用してる人がいて、まあ、その方法があるってことを知ったのは、ちょっと衝撃的でしたね、うん。やっぱ人との出会いっていうのは、すごく重要な,なん、重要ですよね、なんかね。そうですね。<laughs> はい。はい じゃあ2番目の好きな仕事で誰かの役に立ちたいっていうのは、はい、あのこれも誰もが思う,う思うことですよね、<laughs> なんかね、シンプルに、ですよねそうですね、すねね誰もが思うけど、まあ、なかなか難しい。シンプルだったけど、難しいんですよ、もういやいや仕事をして、誰かの役に立つか、好きなことだけど役、誰かの役にも立ってないとか。<laughs> いやそれはないと思いますけど <laughs> そうですよねだからそうあの私転職経験がすごい多いので,、ええ、でやっぱり基本的にその,仕事の時間って長長いいいじゃなでですか長いですかねだから自分のまあ興味があることとかまあなんか勉強になることをがやりたいっていうか何て言うの仕事だけどちょっとプラスになるようなことやりたい、ね、ずっと思って。うんうん で転職活動を続けてたので、まあ、なんとなく自分のやりたいことに近づいてるんですよねじゃあもともとベースにそういう思いがあってっていうことでやっと出会えた感じの、うん、そうですねまあやっぱ根本的にあんまん変わってないかもしれないですそうですねはい3代の時にその美術系の学校に行って、ええ、でそうまあ アートみたいなのに触れて、まあ、そんな詳しくはないんですけど、ええ、触れてきたので、であのま、でグラフィックデザインの仕事をしていたので、まあ、共通するものはずっとあって、もともとそれを目指してたわけじゃないんですけど、たまたまそういう流れであの働いていたので、やっぱそれは結構、自分的には好きな仕事だなと思っています。だからその仕事をちょっと続けていきたいなと思っています。うん もうそ,その心を持ち続けるってすごく素敵ですよね。そうですね。まあ、やっぱもっと好きなことから繋がってるからかもしれない。ね、はい。はい。あと3番目が、<え>娘さんのために何か残したいっていう。あそうですね。あのー、娘をちょっと産んだのが遅かったんで、えっ、ー、と、まあ、39歳出産してるので、はい まあちょっと一緒にいる時間が短いというのもあるし、まあ、その中でど,どれだけ伝えられるかわからないですけど、まあ、とにかくなんか残しておけば、まあ、大人になってまた見れるようにしておけば、まあ、なんか参考になるかなと。で、今ブログを書いたり、まあ、SNS でツイッターで発信したりしてます。なんか 素敵なお母さんんかこう何 <laughs> て言うんでしょうかね <laughs> <こ>う <laughs> でも些細なことな,些細なことではないんですよねこうやって蓄積して日々やっていることを記録にしとくっていう残すっていうことってそうなんですよ結構<ー>自分でも振り返られるのでなん<ー>だろうなあこれやったなって思い出せる ねえなんか娘のためにその何かを習わせるとかうん、うん、娘のためにこういう教育をさせるとういうよりも自分のやっていることを残すっていうのがなかなかできるようでできない感じかなと思ってそうですよね、うん、なんかなんだろう、うん、気づかないかもしれないですよねそれが役に立つかどうかっていうか、うん、なんかものすごく素敵です<な>、うん、素敵ですよね。 嬉しいですね <laughs>。みんななんかみんな本質的には願っていることをなんか書いてくれているのが、この夢やビジョンをね。うん、誰もに共通するようなね。あ。でもそうですよね。みんなそうだと思います。うん、本当、うん、普通のことなんで、ね、いやふ普通なんだけど、この普通が難しかったりするんですよね。本当にうんでもそうですよね。うんなのでうん素敵な3つ、うんうん、だなと思ってえー。ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい、ではえー、次の質問をさせていただきます。はい、ではえー、その掲げた3つをですねえー。具現化するためにどのような目標や計画を立てていますでしょうか？はい、はい、えっとその1つ目のお金の自由ですけど、はい、それはですね。やっぱ投資を始めて、うんまあその貯めたお金をもっとこう増やす方法があるってことを知ったんで。うん まあ具体的にはその今不動産投資を一とぐらいから始めたので、まあ、そこをちょっと成長させていきたいで、まあ、次の物件を買っていきたいっていうのはあります。2> <ー>で2つ目その仕事ですけど、まあ、さっきお話ししたグラフィックデザイナーの仕事をしていたので、まあ、そこに関わる仕事をあの細々とでもいいのでやっていきたいなと。 思っています。はい。で、えっと、まあ、ちょっとさっき言っちゃったからですけど、<laughs> まあ、あの、三つ目も三つ目というか、あのその娘のためっていうのもやっぱり、あの、SNS とか、まあ、ブログ、ブログですね。それを残していくってことで、あの、行動をコツコツ貯めてる感じですかね。なるほど。はい。それは具体的なことかな。なんか、あの、 この多様化する社会の中で、やっぱり一つの仕事だけでは、うん、なかなかこうね、未来に不安を覚えやすい中。そうですね。うん、なんかまあ、副業流行ってますけど、うん、やっぱ一つだと、その一つがダメになった時の結構ダメージが大きいですね。そうですよね。で精神的に一番の不動産投資の物件を増やすっていう、 答えて具体的にもう少しお話をもう少し <laughs> ちょっとあの、なかなかあの、文字では聞いたことあるけど、それって、できるのみたいなのイメージがたぶん私もそうですとか、す,すごいハードルが高そうとかあ <laughs> そうあそうですよね、まあ、ハードル高そう、確かに。でも私始めたのが、その会社員で一定の給料をもらってた時なので、 あの会社員の方は始めやすすいんですよ<ー>でそれはなぜかというと信頼がある信用が入ってくるっていう信頼があって、はい、まあ属性っていうんですけど、まあ、属性がいいのであのお金を借りることができるんですね。なるほど、はい、であの、まあ、自分の貯金というのじゃなくてその新たにその自分の信用を持って で、お金を借りて、で、大きな物件を買うことができる。だ結構1億とかの物件を買ったりとかしてる方も結構いて、それはもう借金なんですけどね。言,い言ってしまえば。融 <laughs> <laughs> 資っていう名の借金なんですけど。はいはいただまあ、その信頼があるから貸してもらえるから、そこを使って、 大きな物件を買って、で、まあ、その、借りてくれる人が、その賃貸で借りてくれる人がいれば、やり<ー>収入が入ってくるので、そのお金で返済、はい、していくって、そうそうです,そうです、でもそれも規模がすごい、規模 <laughs> がすごいいろいろあるので、なるほど、あうんまあ、1億目指さなくても、数百万円を目指しても全然。 あの、小建てのすごい古い小建てを買ったりとか、あとあの、マンションで区分一部屋だけ買ったりとか。で、そ,ういうそれを、なるほど。ちなみにそれは、日々の、えー、いただく給料を、銀行の口座に貯めておくよりも、ものすごく利があるっていうことですよね。そうです。 だからら皆さんやられるってことででですすすよねそそうですそうです銀行に置いといても、そのままあの増えることないじゃないですか、もう0 0 0何パーセントだと。だからまあ、でもその不動産投資ってちょっとね、あのハードルが高いっていうか、怖いんで、なるほど。だからまあ、まずは株式投資から始めてみて、その投資ってなんだろうみたいなことをちょっとこううね。はい 昇格からやっていくのがいいと、ねはあ、いうことでね、皆さんに i サとか始めてる人が多いと思いますけども。それがお金のことを心配しない人生に本当につながりますよね、お金のことをどうやって運用していくかっていうことですもんね。そうですね。あのそう将来、すごいたまるだろうと思ったら、ちょっと楽しみですしね。そうですね。はい、なるほど。ちょっと心膨らましてお伺いしたいんですが。<laughs> <laughs> 詳しいお話はブルグの方で皆さん、ちょっとっあそうですね <laughs>、はい。読んでもらえると嬉しいです、はい。デザインのお仕事を続けてるっていうこともあれですよね。好きなことで誰かが役に立ちたいっていうことと。そうですね、はいうん。今はもう結構簡単にね、あの皆さんデザインとかできるんですけども、やっぱ苦手って人もいるので、はい、まあそういう人のお役に立てたらいいなと思ってます。 何か依頼がある方はぜひ中えください。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい。今、そうですね。今発信もえねいろいろされてるということで、はい。はい。かりましたそうですね。じゃ次の質問をさせていただきます。はい。えっとそのような目標計画に対して現在どのような活動指針を持って、えー、活動されていますでしょうか。 そうですねあの、はい、不動産投資については、うん、やっぱりちょっと一人では何とも怖いというか、うん、心配なのであの、まあ、不動産のオーナーが集まる大家の会っていうのに参加してで、あのーまあ、月1で集まったりして勉強会をしてるので、まあ、そこでコミュニケーションを取ってというかいろんなお話を聞いて体験談とか。 で自分の,あの行動につながるといいなと思っています。はいはい、であとは、まああのまあ、デザインの仕事もやっぱり個人事業主でやっていかなきゃいけないのでビジネスを学ぶ会,会なんかあのアカデミーなあアカデミーサロンオンラインサロンに入って<ー>ででみんな個人事業主でやってる方が あのまあ、そ,のそこに集まっているので、まあ、先生はもう起業してあの現役でバリバリ働いている女性の方なんですけどでそ,うですそれも毎週、Zoom とかでの勉強会をしていてあの皆さんに刺激をもらいながら実践できるようにやっているところです。<laughs> はい、あとはだあそうですね まあ、SNS はもうなんかあの、まあ、とにかくいろんな人に読んでもらいたいなと思って <laughs> あの実践してます、ね、結構あれですよねいろいろな人脈を広げながらやっぱ学びはずっと継続してやり続けるうん、うん、そうですねやっぱり、うん、なんだろうビジネスにおいてはもう本当になんか日々なんだ新しいことが出てくるのでやり方って とか、まあ、はい、新しいツールっていうか、ね、うん、パソコンとかも。で、SNS も進化してるので、うん、まあその辺はやっぱり学んでいかないとついていけないかなと思ってます。うん、本当変化が激しいですもんね、今時代ね、うん。激しいですよね。激しいですよ。ついていけない。追いつけ、追い越せじゃないけど、<laughs> 追いつくのが大変 <laughs> そうそう。追いつけない。<laughs> <laughs> そうなんですよね。新しい単語も、ね、たくさん出てくるので。そうそうそう、のその、ね、単語を聞いただけでちょっとなんか苦手意識が出てきちゃいますもんね。だからもう情報をね、どうやって自分の中で処理して、この,この情報って自分の必要なものをこう、ね、選択するかっていうのがあったら本当に大変な時代だと思うけど、うん、すごく上手に選択して生かされてるなと思って。あ本当ですか。ね必要なもの。<laughs> なんとかやってます <laughs> <laughs> かりました。はい、はい。じゃあ、えー、と次の質問させていただきます。はい。えーとですね、えー、そのような夢や、先ほど語っていただきました夢やビジョンを持つ,ようにきっか持つようになったきっかけは何があったのでしょうかっていうことなんですけど。そうですね。これはあの、本当、3年前にお金を勉強を本格的に始めたっていうきっかけ。 きっかけが20代の頃に同じ会社にいた先輩があの、まあ、その先輩はもう全然あの獣医師をやってるあの和歌山県に住んでる方なんですけどもその方があのお金の勉強っていうか、まあ、そのセミナーに東京にわざわざやってくるってことで,であのあのなんだお友達はタダであの参加しても大丈夫っていうふうに誘ってもらったので、うん、<laughs> そこに行ってみた。 いいうのがすすごいきっかけけなんですけど、うん、まあそこであのー、まあ、個人事業主の方っていうかが皆さん集まって実行、まあ、啓発のまあセミナー、うん、まあお金を絡ませたっていうか、まあ、お金の話もしてて投資の話とかもそういう内容のセミナーだったんですけどまあ、そこで結構なんかあみんな勉強してる人すごいいっぱいいるなっていうのは結構衝撃的だった。<laughs> 年齢関係なくな、はあ、あの若い人もいたし年齢、はい、上の方もいらっしゃったしみんなあのお金を出して学ばれてるっていうのがちょっと結構衝撃的で投資についてもやっぱりあなんかそういうコツコツやることが大事なんだなっていうことも学んだしそれですかねやっぱ結構刺激になりましたね。 すごいですよね。うん、一つのセミナーに行ったことが。ねえ。そうですね。ねたまたま、そう。ほんと、たま、誘われて行ってみたっていう。人生ってこういうことありますよねあの。たまたま行ったんだけどね。とかありますよね。<laughs> <laughs> よく聞きますよね。<laughs> そうそう。そんなにね、行きたいってわけじゃなかったんだけどとかありますよね。<laughs> そうそう。まあ、先輩にもね、久しぶりに会えるし。ねえ。 まあなんかただだったらいいかっていう感じでい <laughs> 気軽に言ってね、なんかありますよね、はい、こういうことってね。ありますよね、そう,そうそう。こういうの生かしたんだなと思って今。そうですね。なんか、なるべくそうしてなったような。ない,い,いや、そうね、どう導かれたのかもしれないですけどね、うん、そこで、まあ、あのお知り合いになった方がいて。はい うんまあ、その方ともちょっと、なんだろうな、その後、ちょっとお会いするきっかけがあったりとかして、本当にその個人で活動してる人とお知り合いになったっていうのが結構大きかったかもしれないですね。人とのつながりですね。うん、本当です。<laughs> はい。では、そのような、そのね、出会いがあったんですけど、 そのような出会いに対してそれを生かそうって思ったなんてうの背景にも何があったんでしょうかそう,そうですね、はい、やっぱり先ほどお話ししたような、うん、あの常にこう意識してるわけじゃないけど、まあ、なんかお金のことをちょっと、まあ、一応頑張って貯めてるけど本当に足りるのかなとかいう心配があったりとか。 まあ貯金の目的もなんか、老後のためだったけどつまんないとか。ああ、確かにそうですね。<laughs> うん。なんか、それでね、もし死んじゃったら使えないまま終わっちゃうみたいなのそうですよね。そうですね。なんか、あとは、まあ、あの、なんだろうな。まあ、50代目前になって、定年とかを迎えたその後、何しようみたいのもあるじゃないですか、やっぱり。 でまあ、仕事をね、もちろんしていきたいなと思ってますけど、まあ、体力的にもそんなバリバリ働けるわけじゃないし、まあ、その時何しようかなって思ってたのもあったしって、なんかそういうなんかもやもやした状態がずっと <laughs> あったんで、なんか目的を見つけたって感じかもしれないですよね。あ、なるほどね。投資を知って、はい、うん、そうですかね。なんか そのモヤモヤをそのね、ちゃんとこう意識化して、うんうん、じゃこれをどうやったら解決できるんだっていう風に、一歩踏み出るか、モヤモヤしたまま過ごすかってあるじゃないですか。はい。一歩踏み出たっていうところが、うん,うん。なんか、些細じゃないんですよね、この行動力がね。なんかすごい一歩だなと思って。 見てみれば大きかったなと思うけどやっぱり始めた頃っていうかね3年前はもう本当にちょっとずつって感じなのでなんだろうな、まあ、思うように進んでよかったのかなとは思ってますね。うん、そう本当にお金に対しての不満と,不安とか、ね、老後の不安とかもう誰しもがなんかもうニュースでもね 老後は何千万ないと生きていけないとか言ってし。うし、ん、もがね、しもが漠然とした不安はね、なんかこうあるけど。そうそう。なんかはっきりしないですよね。そうそう漠然として直視はそんなにしたことがないんですけど、私も。うんうん。なるほどなぁと思って。うん。うん そうなんか深刻にこう悩んでるわけではないけれどうんうん、そ,うそう深刻でもないんですよね、これがね。そうそう,そうそう、そうね仕事してればね収入はあるし生活できます。ね。う,ねうんなるほど。こういうたぶん自分の中にあって、そういう背景というか、それがこう。 具体化したっていうか、そうですね、見える化したっていうかあ、こうやって見える化して、じゃあこれを解決するためにどうしたらいいかって、少しずつステップを踏むって、すごくこう、うん、不安材料がね、一つ一つなくなっていくような感じで。そうそうそうなんですよね。はい、だから、<う>貯めてるね、お金もこう増えるんだって思ったら、うんまあ、なんか、もっと増やそうみたいな気になです <laughs> 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 すごくなんかね、あの中島さんのお話がすごく、ちょっとやってみようかなっていう、ね、そう、うん、<laughs> そうそう本当になる皆さんねきっかけになったらいいですよね。いいと思います、本当に。はいじゃあ最後になりましたが、えーはい、ご視聴いただきました皆さんに最後、一言メッセージをお願いいたします。<laughs> はい なんか私なんかがあれですけども、えー、とそうですねあの面倒なこととかってすごいたくさんあると思うしまあなんか結構年を取ると動きが鈍くなっていくと思うんですけども <laughs> まあなんかそうは思わずなんかその大きなことをやろうとは思わずにちょっとしたことをこ今までやってきたことなかったことをちょっとやってみるとか、はい、なんかそういうことができるような。 あのまあ、ブログを書きたいなってずっと思ってやってますのであの、まあ、そうちょっと読んでもらえると嬉しいなとは思いますけれどもなんかあのそうお金のことだけじゃなくても何か、うん、あのちょっとやってみようかなってことを本当にやってみるってことをあのやってもらえるといいなって思ってます。はいじゃあご興味ある方はぜひブログの方へよろしくお願いいたします。 <laughs> はい。じゃ、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。